万島仕様ノートン。1937年のトンモーターサイクルは、イギリスのオートバイ製造会社。1898年に設立された。1902年まではエンジンを外部から購入し、オートバイを製造していたが、1908年には内製を開始。以後、長年にわたり、短気筒車両を製造し続けた。ノートンは、モータースポーツ界に高性能エンジンを、 提供し続けた、イギリスのオートバイ市場に栄誉ある名を刻んだ企業である、経営不振などによる何度もの倒産や合併、解散を経て、2020年4月にインドの TVS モーター参加に入った、1948年からは2気筒エンジンに主力を移し、この伝統は1970年代に発売された、500から 850cc の排気量のドミネーター、 650cc のアトラスやコマンドをブランドに継承され、当時の高級車としての評判を集めた。また、ノートンフェザーベッドやアイソラスティックフレーム、ロータリーエンジンなどの革新的技術を開発、投入したオートバイを世に送り出したことでも知られる。ノートンは1898年にバーミンガムのジェームズ・ランズダウン・ノートンによって設立された。 当初は自転車メーカーであったが1902年1.5馬力のエンジンを積んだオートバイ1号車を製造し、オートバイ製造に参入した。その後もフランスやスイスからエンジンを調達して、オートバイの製造を続け、1907年には、プジョーから購入した 726ccv にサイドバルブエンジンを搭載したオートバイで、第1回万島 TT レースに寄稿クラスを制した。 1908年には自社製 726ccv2 エンジンを製造している。マンシマ TT レースでは以後戦時中を挟んで1954年までの間に通算10勝を挙げた。ジェームス・ノートンは1925年に56歳でよう去ったが、その前年に当たる1924年にはセニア TT レースとサイドカーレースでの勝利を見届けることができた。 1927年に開発され1930年に改良が施されたシングルカムシャフトの CS1 エンジンは1932年から第二次世界大戦勃発の影響で中断される1939年までのセニア TT で7度の優勝を飾るなどレース界でのノートン伝説を作り上げたノートンモデル 16H1949 年 単気筒エンジンとギアボックス管に隙間を設けるレイアウトは高い信頼性と良好な操作性をもたらし一般のライダーからも高く評価された。戦時中ノートーンはイギリス軍にオートバイを供給し1937年から1945年の期間に使用されたオートバイのうち4分の1数にして10万台以上を占めた。主なモデルはタンザの WD16H やサイドカー、WD ビッグフォーなどがあった。戦後、かつてノートンが誇っていた、優位性は消し飛び、レース界は多気筒エンジンを擁する、イタリアメーカーやイギリスの AJs などが勃興し、熾烈な競争の過中にあった。再開された1949年の、ロードレース世界選手権 500cc クラスでノートンは、競り負けランキング5位に終わり、チャンピオンは、 a j ズに奪われた。1950年、後に、ノートン・フェザーベッドと絶賛された、マッカンドレス兄弟製の名フレームを得た、伝説的な車種、マンクス・ノートンは、ジェフ・デューク、ジョン・サーティース、デレク・ミンターなどのライダーが操り、活躍を見せた。ノートン・フェザーベッドは、フレームの標準となり、ノートンは栄光を取り戻した。これらレースで成功したスタイルは市販カフェレーサーへ、反映された。 ノートンフェザーベッドフレームに他社から融通を受けたエンジンを搭載した数々のオートバイは、例えばトライアンフから二気筒エンジン供給を受けて製作された名車トリトンズなど多数製造された1952年のドミネーター88もまたこのフレームを用いていたマンクスノートン1954年レースでの成功に関わらずノートンは財政難に陥り 1953年には AMC に売却された。1962年、創業以来のバーミンガム工場は閉鎖され、生産はロンドン南東のウーリッジに位置した AMC の工場に集約された。しかし、この再編はノートンに優秀なギアボックスが提供されるという好結果をもたらし、1956年以降のモデルから搭載され始めた。この年六百 c c の ドミネーターが発表された。さらに1962年、ノートンは、同ギアボックスを搭載した、マンクスノートン応用に送り出した、47A 馬力、6500rpm を発生する排気量 499cc、短期筒ベベルギア DOH c 駆動2バルブのエンジンを搭載し、車重 142kg のマシンは最高速度時速 209km を誇った。 ボア 86mm ストローク 85.6mm とボア 76mm ストローク 100mm のエンジンはどちらも圧縮比11、1に設定され、アマル GP のキャブレーターとルーカスレーシングのダイナモを備えていた。価格は440ポンドで販売された。ノートンは1954年にレースから撤退し、このマンクスノートンも1963年を最後に 販売中止となったが、プライベーターにとっては、もってこいのベースマシンとして高く評価され、今に至るまで、時々見受けられる。1961年1月発売の 650SS と、アメリカ合衆国市場を狙い翌年に発売された、アトラスには引き続き、ノートンフェザーベッドフレームが使用された。しかし、短期等よりも、出力曲線がスムーズなバーティカルツイン形式の、 エンジンの排気量を上げると 4500rpm 前後で振動の問題が表面化した。さらにアトラスは非常に高価でコスト削減も難しい状態にあった。このような中、財政的な問題が頻発していた。AMC 所有ブランドで G15 モデルを共有したブランド P11 の販売が1963年から開始された。マチレス製。 G85CS フレームにアトラスのエンジンとホイールやフロントフォークを搭載したモデルは AJs からはモデル33シリーズとしてマチレスからは G15 シリーズとしてそれぞれ発売され主に輸出用とされたこのモデルはノートンフェザーベッドフレームよりも精神性には優れており1969年まで製造を販売されたこれとほぼ同時期に AMC はノートンブランドで短気筒オートバイも製造販売していた。1960年代末のイギリスオートバイ産業は日本車との激しい競争にさらされ、車用を迎えていた。1966年に AMC は倒産。ノートンはマンガニーズブロンズ参加のノートンミリアーズへと再編された。優雅ではあるが操作性の悪さと振動で有名になった。 アトラス750の次期モデル設計に臨み、ノートンは対策としてエンジン変更ではなくフレームの見直しに着手し、画期的なアイソラスティックフレームを開発した。アイソラスティックフレームはエンジンミッション、スイングアーム及び後輪を一体とし、フレームとの接続にはラバーアマウントを介した構造を持つ独特のもので、大排気量2気筒エンジンが生む。 振動のフレームフロントフォークそして搭乗者自身への伝達を軽減している。ラバー素材には劣化が付きまとったが定期的なメンテナンスを怠らず激しい使用がされない限り作動に問題は生じなかった。1969年、このアイソラスティックフレームに強力なエンジンを搭載したコマンドが発売された。洗練されたデザインと革新的な技術に バリエーションを取り揃えたコマンドは営業的には成功した。1972年1月にはコンバットエンジンが発表された。これはそれまでのシングルベアリングから変更された並列ローラーベアリングクランクシャフトを備え圧縮比10、1で 65A 馬力 6500rpm を発揮した。しかし信頼性に乏しく日本車と比較される際に目立つ欠点とされてしまった。 ノートンコマンドをマーク3、1978年1972年頃、ノートンビリアーズ同様、名門トライアンフを抱えるイギリスの老舗企業、バーミンガムスモールアームズも、業績悪化に直面していた。1973年に、イギリス政府の肝入りで、両者は合併し、ノートンビリアーズトライアンフが設立された。同年4月、圧縮費発展を、1、 ドイツのスーパーブレンド製ベアリングを採用した 828cc の850エンジンが発表された。設計では発生馬力は 51A 馬力 6250rpm であったが実際の製造時にはトルク重視側にセッティングが変更となり馬力は抑えられた。このエンジンを搭載した828ロードスターをはじめマーク2ハイライダー。 JPN レプリカマーク2インターステートなどが発売された。1973年には、マンシマ TT レース界750クラスで、ピーター・ウィリアムズが105.47マイル、H のコースレコードで優勝2位もノートンに乗るミックグランドであった。しかし1974年に、ピーター・ウィリアムズがレース中のアクシデントで重傷を負って引退。 また一時的に政府の補助金が削減されたり、生産拠点をウルバーハンプトンとバーミンガムのスモールヒースに集約する動きに反発したトライアンフの従業員、共同組合によるストライキが影響し、経営は頓挫を見せ始めた。1975年には販売車両をマーク3インターステートとロードスターの2種類に集約する対応を取り、1976年には レースからも撤退したが、政府が貸付金の返還を求めたり、必要な信用保証取付に失敗して輸出が滞るなどの問題が噴出し、1977年に NVT は倒産の浮き目を見た。復活したノートンを操るロンハスラムシュライハアッシュ26に搭載される格納式。 ロータリーエンジン NVT 生産の余波によって、ノートンの権利は、イギリス、ドイツ、アメリカなどの各国の拠点に分裂する形となってしまっていたが、1980年代に入ると、著名なブランドが惜しまれ復活に向けた策がいくつか具体化されようとしていた。そして1988年、イギリスのウェイストミッドランズ、スタッフォードシャーのリッチフィールドで、野心的な規模を持ってノートンは、 復活を遂げた。ノートンはオートバイとしては珍しいロータリーエンジンを開発した。当初こそ商業者への復帰には慎重で、ラックへの供給や、1987年から始まった警察の白バイ用二量産車、インターポールにおろすなどに止まっていたが、1988年には水冷式、ロータリーエンジン搭載の市販車、コマンダーを発売した。1991年には、 RCW588 でロンハスラムを用してブリティッシュスーパーバイク選手権を舞台にレース界に復帰し翌1992年にはマンジマセニア TT で勝利を挙げたこのレース用マシンをベースにスポンドン製フレームを用いたレプリカ海一イイが発売されこれはよく売れたその後やや価格を抑えた海一イイスポーツも販売されたしかしこの頃には 貿易産業省が財政担当のフィリップ・ルルーなど一部の社員による投資の不正運用に関する調査に動いていたという。ルルーは会社を去り、ノートンはオートバイ生産を停止した。現在、ノートンはパーツ類を製造する小規模な会社として存続している。ノートン製のロータリーエンジンは小型高出力なので、オーストリアのダイヤモンドやクラフトグループのダイヤモンドエンジン車が改良。 発展させて、ドイツのアレキサンダー・シュライハー社の動力格納式の、モーターグライダーであるアレキサンダー・シュライハー・アッシュ25、18メートルクラスアレキサンダー・シュライハー・アッシュ26や、2004年に初飛行した、ベストセラー練習機、アレキサンダー・シュライハー・アスク21をもとにした、アスク21ミに、自力で離陸できるように搭載される。アメリカ合衆国オレゴン州に拠点を持つ、 ノートンモーターサイクル USA の社長、ケニードレアは、現代的なデザインを施したコマンドの復活販売を発表した。2005年に952コマンドとして限定台数が発売され、続けて961コマンドなどシリーズ化が検討された。しかしこの計画も2006年4月に報告された、ニュースによると頓挫した模様である。2009年、 英国人実業家であり、ノートンレーシング社長のスチュアート・ガーナーが、ノートンのブランドを買い戻した。これ以降、A ドニントンパーク2400平方メートルの工場とオフィスを設置し、コマンドを 961SE、コマンドを961カフェレーサー、コマンドを961スポーツの市販を開始した。また、ロータリーエンジンを搭載した。 レース用マシーン NRV-588、NRV-700 の行動版の市販も計画している。2020年1月、ABBC により、ノートンモーターサイクルズは30万ポンドに上る税金未払いを抱えており、期限までに支払えない場合は、政府から生産命令を受けることになるという地元紙、バーミンガムライブの記事が報道された。 2020年4月17日、インド二輪大手の TVS モーターが、ノートンモーターサイクルズを、ノートン車に乗った有名人の中には、当時医学生であった後のマルクス主義革命家、チェゲバラがいる。1951年、友人のアルベルト・グラナードと連れ立って、愛称、ザ・マイティ・ワンと名付けた1939年生、ノートン500で、南アメリカを放浪した様は、著書。 モーターサイクル、南米旅行日記に綴られており、これを元にした映画、モーターサイクルダイアリーズにも実写が登場する。なお、愛車、ザ・マイティワンは、道中で壊れてしまい、旅を全うすることはできなかった。アメリカのコメディテレビドラマシリーズ、サイクの登場人物ショーン・スペンサーが乗るオートバイは、ノートンのコマンドー750である。また、ドラマ、ダーク・ジャスティス第一シリーズでは、 主人公のニックマーシャル裁判官は1969年生、ノートン、コマンドーにまたがり活躍する。ただし、第2シリーズでは他のマシンに変わってしまった。ありがとうございます。